咳が止まらない、百日咳かも。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。5歳のはるかお姉ちゃんと、もうすぐ1歳7ヶ月になるうたちゃんは、いつも一緒の仲良し姉妹です。知恵ママからこんな質問が。咳がなかなか止まらないとき、風邪以外に考えられる病気はありますか？お答えするのは、日本小児科学会専門医、新藤小児科医院の新藤静雄院長です。ひどい咳が長引く場合は、百日咳の可能性もあります。百日咳とは、長期間咳が続くことから名がつきました。だいたい数週間から数ヶ月、連続性の咳が見られます。百日咳菌という細菌が呼吸器に感染し、その毒素により症状が強く出ます。家庭でも小学生などの兄弟や親など周囲の大人から乳幼児にうつることがあります。生後3ヶ月未満の赤ちゃんは重症化しやすく、無呼吸により死亡に至ることが稀にあります。また肺炎や脳症などの合併症を引き起こすこともあります。咳き込んでいる人は赤ちゃんに近づかないようにしてください。百日咳って一度かかっても何度もなったりしますか？はい、風邪のように何度もかかる可能性があります。一番の予防はワクチン接種です。定期接種は生後3ヶ月から2歳くらいまでに4回受けますが、年長児以上から徐々に抗体が低下してくるため、感染の危険性があります。重症化する赤ちゃんに感染させないためにも、咳エチケットや日常的に手洗い、うがいを心がけることが大切です。ワクチンが接種できない月齢の赤ちゃんを社会全体で守りましょう。外から帰ってきた時はもちろん、ご飯やおやつの前にも手洗いうがいをしてきちんと予防したいと思いますね。はい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。